か。はい、いいぞ。これは聞きたい。今付き合ってる人がいて、とても私に尽くしてくれて嬉しいのですが、どうして自分を好きでいてくれるのか分かりません。好きなところを聞くと他の人でも当てはまることばかりで、いつか相手が我に返って捨てられるんじゃないかと思うと怖いです。前向きに考えたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。好きなとこ聞くからだよ。でも聞きたくなるじゃないですか。私のどこが好きねーねーねーみたいな。言われたいもん。そりゃ彼女に喜んでもらえることを言うだろうからさ、当たり障りのない当てはまることを言っちゃうんじゃないのかな。まあそっか、逆に何を求めて聞くかですよね。確かに。こういうの聞きたくならないんですか、楓先輩は。いや、私が聞かれたらめんどくさいから。絶対聞かんようにしよう。いや、なんかその言葉では表せなくない。あ、まあそうですね、難しい、ありきたりな言葉になってしまうからね。し、なんかその相手が求めてる答えをもし言えなかった時に、うん、その相手にがっかりさせるんじゃないかなとか思ったりして、うん、あ、すごい優しい人ですね。で、いや、だから聞かれたくないし聞きたくないかな。あ、でも聞いてしまう女の子はこの世には多分めちゃくちゃいるんですよ。なるほど。しかも多分そのタイプだし、わかんないけど、前向きに考えたいのですが、どうしたらいいと思いますか。自信持ちなよってね。なんかその付き合ってる人にとって世界一可愛いのは君だよって。あー、めっちゃいいこと言う。そうなんだよ。そうなんよな、多分。そうなんですよね。だから、うん、まあ我に返って捨てられるんじゃないか。うーん、別にやましいことしてなかったら大丈夫って思うけどね。そうですね、まあ、人生何やるか分かんないから。でも他の人でも当てはまることばかりって思っちゃうなら、他の人でも当てはまらないことしたらいいんじゃないかなって思うんですよね。ですか。おお。いや、分かんない、すごい幼稚な考えかもしれないけど、例えばその手紙とかって自分にしか書けないものじゃないですか。あー、いいねー。うん、だから自分にしかできないことを積み重ねていって別れられなくなるみたいな。もう君じゃなきゃダメだみたいな。あー、いいな。なんか部活の友達は、はいはい、なんか毎月ポストカードを買って。毎月。あ、ね、そう、毎月なんかその記念日、うんうんうん、まあ、何ヶ月記念。そう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 。で、なんかお手紙っていうよりかありがとうだけ書いてなんか交換するみたいなしてて。めっちゃいいそれ。そう、その二人にしかできないことだなと思って。あ、いいじゃん。楓先輩も結構手紙書くんですか。いや、どうだろう、書く方だと思うな。どういう時に書くんですか。ライブよろしくお願いしますみたいな手紙とか。ああ、なんか書いてたな。部活の同じパートの子とかに書いたりとか。めっちゃいい。あれじゃん、後輩とかにも多分書きますよね。その、あ、なんかそう、先輩に教えてもらって、で、私は先輩には書かないで、あの、後輩に書くみたいな。あー、受け継いでね、そのもらった分後輩にあげる。めっちゃいい人やん。いやいやいや、後輩まで気使える人はガチですよ。まあ、いや、先輩怖いからな。後輩も多分同じこと思ってます。いや、手紙もらったら多分印象変わると思いますけどね、それは。まあ、自信持ちなって感じかな、この、うん、あの、まあね、質問に対してはね。楓先輩も先輩に怖いとか思うことあるんですか。あー、無口な先輩とか怖いよ。あー、多分私のことなの。すごい、言おうか迷ったこと全部言われる。そう、なんかね、私一番苦手な人、私みたいな人だから。いや、でも話しかけた
からめちゃくちゃ喋ってくれるじゃないですか。うん、うん、